皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私藤野テイストでお届けしております。はい、明けましておめでとうございます。2018年、はい、もうね、鏡餅も準備させていただきました。なんか、あっという間だね。本当にあっという間、ね、待ちに待ってましたよ、2018年ね。なぜか聞いてもいいのかな。ね、まあ、なんかほら、よく言われる、結構言われるじゃん、2018年から変わるとか、はい、まあ、2020年までにうんぬんかんぬんみたいな、うん、なんかこうみんなが結構この2018って節目って言ってますし、すごい言ってる、ね、あともう一つやっぱり平成30年でほら天皇陛下がね、もう退位されるっていうのもあって、なんかやっぱ今年はもしかしたらざわつく年かも ね、いろんなことがざわつくんじゃないのかなって、まあ、思ったりもするんですけど、はい、けどちっちゃい頃のこう、お正月のなんか思い出とか。思い出、お正月は、もうとにかくうちはもうご飯が美味しくて、 おせち料理、あ、お母さんが作ってくれるのが、もう今もですけど、それだけが楽しみです。おせち料理が楽しみな子供ってあんま少なくね。あの、子供が食べれるようなアレンジをされたおせち料理なんですよ。もうすごい美味しいんです。そうか、お年玉とかは。お年玉とかあんま覚えてないですね。お嬢だったから結構もらったんちゃうの。だからあんまり普通やったりと思う。いらんこと言うでもない。特に普通の出来事だったあ、そうか、そうか、そういうことね。なるほどね。今やったらいっぱい欲しいですけどね。そうだね、はい、私はそうだな、私はあんまり、だからおせち料理がそんなに美味しい美味しいって食べる方で、はい、でもうちの母もやっぱりそのとんかつ入れてくれたりとか。おー、そういうの。そうそうそうね。でもとんかつとかって普通も食べるやん、はい、だからそんなに嬉しいって。あ、そうか。なんかそれこそ今でこそ正月三が日もお店開いてるけど、私がちっちゃい時とかもうお店が閉まってたっていうね、そのイメージがすごいあるかな。だからそれこそ普通に何たこ揚げしたりとか、あとほら、久しぶりに会う、あのいとことか、ね、あ、そっか、そうですよね、そっちとめちゃめちゃこう楽しく遊ぶっていうイメージかな。あんまり親戚とか行ってなかったと思いますわ、ずっと家にいてた。おー、もし、あのうちの父の実家とかにね行ったり、まあまあそんな話もしつつですね、また、メインはフリートークでやっていきたいと思います。はい、シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV 内。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、まあね、年明けっていうことで、まあ、ちょっと年明けですが、ちょっと去年の振り返りをそっからですよ。そっからだよね。そうそう、まあ、なかなか私もあんまり振り返る方じゃないんですけど、私もね。ちょっと振り返り、はい、どんな年でした。2017は、まあ一言で言うと苦行でした、苦行でしたよね。まあ、あの4月からキャリアコンサルタントの勉強をしたり。でもそう考えたら早いね。マジで、もう合格したもんね。そうですよ、4月から長い間の苦行やったんですからね。確かにね。そう、か終わってからが早かった。10月に結果出て、12月も今まだやけど。でもそうか、4月に勉強し始めたのか。そうそう、そうですよ。早い。1年1月に、結構じゃ向いてるんじゃないっていう軽い提案から調べ出して見つけて通っての苦行でしたね。だいぶ苦行やったもんね。かなり、すごい、でもその苦行を乗り越える、レターなんかおかげさまがあるでしょ。あ、そう、おかげさまがあるんですよ。で、どの順番？どっちでも。とにかく、キャリアコンサルタントの試験の実技の中でカウンセリングの試験があるんですね。実技がまた不得意やったからね。そう
でとにかく傾聴がでなんか似合って で人の話聞くのは好きなんですよ、ね、好きなんですけど、あ、分かったこうしたらいいんちゃうみたいな、なんかひらめいたことをすぐ口走してしまうっていう、ね、こうずっとやったらあかんことが止められなくてなってたんですよ。でそんなある日にこの山崎匠さん、はい、ご存知ですか、ご存知ですか。ちょっとじゃあ去年ね、前回もちょっと話は出しましたけどね、このコーチング、うん、山崎匠さんコーチングノートっていうのがあるんですけど、まあ、このノートの話はちょっと後にしますけどね、はい、匠さんがあるセミナーで、はい、あのカウンセリングについての話をされたんですよ。でそれが思いのほかすごい大ヒントになって、で、まあ、一言で言うと何をおっしゃったかっていうと、うん、カウンセリングの関係は、うん、あの 恋をしている関係性を続けることだよってさらって言われたんですよ。でもちろんカウンセリングの相手と恋に落ちてはいけないんですねもちろん恋に落ちてはいけないんですよ。なんですけど、こう接してる話をする時の心の在り方というか、うん、それをあのすごい好きな人、恋をし続けている状態だったら、あ、分かった、こうなんじゃバサッとは切らないわけじゃないですか、うん、相手のことを、いや、あなたはどんな気持ちで今いてるんかなって、何をこう悩んでるのかな、その後ろにある関心事に対して、うん、その人 の関心を持っているものに関心を持つっていうことを言ってくれはったんですね。で私それが欠けてたんですよ、はいはい、あ、分かったっていう、 こう自分の中のひらめきを相手に伝えて、うん、当たってやろう当たってやろうみたいなそういう体でカウンセリングをしようとしてたんですよね。でもそうじゃなくて、恋をしている関係、その人が関心を持っているものに関心を持って話を聞いていくっていうことを言ってくださったんですね。でそこで、あ、私恋をするのは大得意っていうことを思い出して、そこで誰と話す時にもその体で、あの、行うようにしたら、いっぱい話してくれるようになったんですよ。へー、けどできるんだ、そんなこと。できますよ、すげえな、うん、好きな人にだけね。でしょだから全員を好きな人だっていう風な設定ですよ、恋をしてる設定ですよ。でそれにしたらすごい話が聞けるようになって、うんうん、実技試験超いい点数でありがとうございますっていうことになったわけですね。結構いい点数でね、合格されまして、うん、でそのセミナーの時に、うん、あの販売されてたのが山崎匠さんのこのコーチングノートっていうやつなんですけど、うんうん、ここにねサインを書いてくれはったんです。そうそう、ね、かわいいの字が、かわいい、けいこできる、できる、タクって書いてて、うん、このできるっていうのをずっと勉強してる部屋に飾って、うん、できるっていう自己暗示をかけまくったんですよ、うん、で、匠さんができるっていうのやったらできるやろっていう、うん、私のいつもの単純さ加減で、はい、ここ思い込み激しいから、ね、そう、思い込み激しいから立て直して立て直して頑張って合格できましたよっていうエピソードもあるのがこのコーチングノートです、ね。で中身が、ね、うん、めっちゃ おしゃれで、初めの方は私ちょっとノートで、ね、答えを書いてしまってて、あの質問が書いてあるんですよ、うん、そこに答えを書いていくんですけど、うん、その答えがゲスすぎるので本人が、ね、はい、本人の答えね、私の、ね、答えがね、匠さんのが書いてることがじゃないですよ、世に出せない、ケイちゃんが書いてることがね、世に出せないので、うん、このサラのページね、紹介したい人同士を線で結ぼうとか、すごいね、デザインがおしゃれで、うんうん、もう時間がきするのもったいない、ね、結構たくみさんの本って私もまあ何冊か持ってるけど、うん、読みやすいよね。そう、で見た目もそのほらギチっていうんじゃなくて、うん、すごいこう、まあ、いい感じのこう配分というのか、そうなんです、おしゃれな配分よね。だからなんかここに書くのがもったいないぐらいの、うん、すごいもうデザイン、うんうん、された本みたいな感じなんですね、うん、でこれをに書いていくと、うん、今自分が大切にしたいこととか、うん、自分の中の価値観とか、そういうのがすごい整理されていくんですよ、うん、こうすごいおすすめです。そうそう、けいちゃんがね、それあの、うん、私も行く予定だったよ、あのそうそうそう、セミナーだけど私が体調悪くて行けなくって、うん、あのゆかさんって、このコーチングノートいりますか、うん、いらんって振り返れへんからみたいなね、こう取った方が良かったと思う。そうかもね、うん、今度直接ね、あ、お前お買い上げよです。朝宅で売ってないよね、でもね、朝宅で売ってなかったですよね、多分すごい
なんか特別だと聞くのかな、わかんない。そうなの、じゃあアッコさんに頼もうや。違うか。でもね、あのホームページかななんかでも売ってたので、ぜひお調べください。ぜひぜひ、ね、はい、あの私みたいにノートが苦手な人でももしかして書けるかもしれない、うん、すごい楽しく書けます。はい。でもう一冊がね、もう一冊がその朝拓、そうね、ゆかさんとこの前行ってきたんですけど、この2016年の買っちゃうの2016年2年前ですよ。はあ、なんか早いね。2016年は私はもう田中かっちゃんの年やったんですから ね田中勝成イヤーやったもんね。田中勝成イヤー、2017もキャリコンイヤーで、ね、そう、ほんま、そうですよね。10月1日だから5月4月ぐらいに田中勝成さんの講演会をするって言って動き出して、あった2月ぐらいやもんね。そうですそうです。だからもう本当同じ流れですよね、毎年同じ感じで。10月1日に130名の方が集まってくださって講演会をしたんですけど、その時にもね、初めて会った時にかっちゃんがサインしてくれたんですよ。でその時に、ああそうです、人事を尽くして天命を尽くしまくるっていうので、ね、尽くすね、違うでしょ、間違ってるんですよ。人事を尽くして天命を待つのね、待つのに尽くすって書いてあって、うん、あ、間違っちゃったって言われたのがこの本なんですけど、うん、それをきっかけに、うん、なんかすごい、あ、かっちゃん私好きと思って、はい、こうね、田中勝成イヤーが、ママラフでも何回出てきたかっていう、ね、言葉ね、かっちゃんかっちゃんっていうのが ね、で、たくみさんのこと、たくみさんっていう人がいるよっていうのを教えてくれたのね、かっちゃんなんですよね。そうそうそう。で、その2人がこの前、コラボされて、ね、そう、朝タクでね、コラボされて、うん、まあなんか超満員で ね朝、それこそ私ら朝タク3回目だったけど、はい、あんなに人がいっぱいね、立ち見がすごい、そう、立ち見がいたの ねすごい。で、あとはあのほら、その後それこそサインもそうだし、写真撮るのもうわーって並んでたしね。ね、ほんであれでしょ、朝宅でゆかさんなんかすごい燃えたでしょ。何だったっけ。そう、あ、え、何だったあれ、あれ本、あ、そう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 、やっぱ本出さなあかんなって言ってね、うん、出さなあかんっていうか、なんかやっぱり本を出すってめちゃめちゃ今声高いね。そう、ほらね、燃えてるの、燃えてんのすごい。ゆかさんあんまりそんなね、ゴーってもう、お方十一以外はあんまならない、ね、そうそうそう、ならないんですけど、この日はなったんです。そう、あ、そうだ、メッセージ書いたんだね。メッセージでやっぱりどう、その、そう、かっちゃんがまだいらんことメッセージで、いらんことってなんなん。なんかあの、朝宅に岡田純一来ればいいねって書いたから、うん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 、いやいや、岡田純一は別に朝宅ではいらんと、私がなんならそこに立ちたいぐらいですって、ちょっとなんかそういう、そうそうそう、まずは本だろうっていうようなちょっと気持ちが上がりましたっていう、ね、書いたらまたかっちゃんもその後の返事がね、面白かったよね。そう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 、誰かと誰かと誰かと、なんで俺はあの場にいない、あそこのね、ステージにいないんだって、うん、途中でイラッてして帰ったっていう。帰るそういう感じの燃え方ですね、うん、そうそう、まあ、すでに忘れてるけどね。そう、忘れてたからびっくりしましたけど。まあそれが、まあ、でもほら、本を出したいは、うん、やっぱ言ってる、まあ、ずっとね、それはある。見てあれですもん、宣言、来年の宣言しましたよ、書き始めてるっていうのがあるし、うん、そうそう、だからインスタとかでね、それこそまたね、あの出版会社の副社長の方からなんかインスタでフォローされたっていうのも、そうそうそう、なんかちょうどさ、そう、本当にそれが前後してあったのは、そうでした、そうそう、だからそれもあって、なんか本当にあの時にはうーって、あの時にはちょっと今でもうおってなってますけど、うん、まあでも、まあ、ベースとしてやっぱ本を出したいは、まあ分けちゃもあると思うんだけど、うん、あるから、なんかやっぱ一歩、やっぱそれはなんか、なんていうかな、今までは出したいっていう感じだったけど、うんうん、やっぱりそこはなんていうのかな、こうやっぱり一つ踏まなきゃいけないところだっていう、うん、なんかこう覚悟というのか、うんうん、それは思いますね、まあ、あったかな、ね、やっぱり、うん、そう、すごいゆかさんが燃えてたからふつふつとしてたね、うん、あ、ふつ、そう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 、ふつふつとしてた、なんかしてますっていう、なんか書いたね、うん、そういうのね、そういうのね、そうそうそう、だからそれほど、そう、刺激をね、そうそう、与えてくれて、うん、まあ、でもあれね、買っちゃう、岡田純一って出さなかったらそうでもなかったかもしれないけど、そう、うん、本当ですか、ちゃうね、そこは岡田純一ちゃうっていう感じ。何でももう、あの買っちゃうとかも、何でも岡田純一出したけ、私が金がいいと思ってるから、ね、あ、なるほどね、うん、ちゃうちゃうって買っちゃう、見ないよ、見ないよ、見ないよ。そう、でもそれぐらいね、うん、影響、そう、あ、いや、でも本当確かに影響はある2人だし、うん、私はやっぱかっちゃんの話は、まあ、2016年の話だけど、いま、うんうん、まあ、だにだから、あの時かっちゃんの講演会に一緒にいた息子とか、まあ、うち主人も行ったからね、はい、まあ、主人と喋らない、旦那とは喋らないけど、でも子供、息子にはやっぱりかっちゃんの話と、それこそかっちゃんに会ったよ今日とか、うん、かっちゃん今こんなことに興味あるらしいよとか、そういう話はやっぱりしてる、いいですね、うん、してるしてる、だから、まあまあ、おそらく、で、じゃあ、そう、でも私、たくみさんの方も、か、だ、あ、うん、だ、だ、ちょっと、息子には、これ、あの、うん、なんだっけ、スイッチ、え、
やる気のスイッチ、うん、あれはこれよ、あんただったら1時間で読めるわ、うんうんうん、うちの子ね、私と違って本好きだから、うんうんうん、いいことですね、読めると思うよって言って、うん、いや、いい、そう、これは勧めてるねえ、たくみさんの本とかすごい若い頃から知ってたらよかったなと思いますよ、ね、そう、でもそうそう、でもまたこの2人がさ、ほら、かっちゃんが10年前にたくみさんの本を読んで、うわ、この人すげえって思ってなんか会いたいとか一緒にね、うん、そうなれたらいいなと思ったら、うん、そうやって朝宅で一緒にってなったって、ね、それがまず感動したよね、なんかすごいこっちまでね、ね、そう、一緒に一緒に感動させてもらったっていうね、そう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 、ね、それはあるかな、はい、まあ2016年まで遡ったけど、ほんまやまあでも本当に、でもそう考えたら私去年何してたって感じなんで、ね、何して、いや、もう大きいことしましたやんか、コミュニケーター、ああそうだったそうです、私はね、抱っこを一緒に進めてくれる方をね、そうだそうだと、あ、コンサートもあったしねそっちしゃべりたい、そっちじゃ、そっちいや、でもあのコミュニケーターで、ほら、まあまあ、そうそう、うん、私ほら年末に、うん、年末10月か末か11月最初に、うん、私ほら3日間寝込んだじゃん、寝込んだもう本当にきつくて、私本当に自分の葬式でこういうこと喋ってもらおうっていう文面まで考えたから、ね、文面まで考えたぐらい本当にきつくて、うん、もうその時にしまったって一個思ったのが、でした、あの、わー、抱っこ育児コミュニケーターの皆さんにもう勝手に抱っこセミナーしなさいって言えばよ、死ぬ前に言えよかったっていう遺言そう、それは本当に思ったもんね、言うて入りましたね、うん、本当に思った、もういいって、もう、まあ、本当はセミナーコースっていうのを作ってるから、うんうんうん、それを受けていただいた方は抱っこセミナーしてもらえますっていうことを、まあ、言ってたんだけど、うん、はい、もう本当にあのしまった、そんなこと言わずにもうあのコミュニケーターの皆さん抱っこセミナーガンガンやっちゃってくださいって最後に言いたかったって思ってたもんね布団の中で、ね、どんなきつかったんだよだいぶきつかったんだけど、ね、でもなんか本当にそれを思って、なんかまあ言えばほら私も自由に自分で抱っこセミナーって自分で勝手につけて勝手に言って、抱っこセミナー買ってるも勝手に言ってるわけだから、はい、うんうん、そのね、わざわざ私のところに来てそういくつになっても抱っこで子育てっていうのを伝えたいと思って来てくださってる皆さんだから、もういいよ好きにやっちゃってって言っときゃよかったって、だったらでそこで私がストップしちゃったらやっぱりなんか広がるものも広がらないかなと思って、ね、そう、まあ、それでもちょっと私も稼がなきゃいけないので一応あのやっぱセミナーコースっていうのは一応あるにはあるけど、うんうん、でもそれはすっごい思ったな、寝込むってやっぱり一旦そういうことになるのもやっぱ必要なんだろうなって、確かに振り返らないですもんね、こう改めて思った、うん、うん、やっぱりそうやってちょっと心がだからちょっと落ちてる時って、うんうんうん、やっぱそういうで、さ、あのさすがにやっぱ Facebook 見る気にもならなかったし、うんうんうんね、だから倒れて振り返るんじゃなくて元気な時から振り返ることの必要性ですねそういうことだ、振り返らないからなでノートも書かないじゃん、うん、ノートノートってこんだけ世の中いっぱい言ってるのにさ、うん、本当ですよ、私めっちゃノート書く、ね、そうね、もともと書くからね、うん、私はのだってほら一緒の時期にノート買ったのに私まだ3分の半分いったかいかないかぐらいよ、もう2冊目、何ノート冊目、うん、いや5冊ぐらいいってますよかなりだって分厚いんだもん、めっちゃ分厚い、普通のノートの5冊分ぐらいあるかな、そう、あ、うん、そう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 、だからね中にあの何枚もこうそうそうそう折ってあるもんね、だから、うん、まあでもな、なかなか書けないし、うん、私ね結構ね書いても読み直して何書いてるか分かんない、うん、いやそれが読み直したらなんていいこと書いてんやろってめっちゃ思うんですだから私たまにすごい読み返す、いやだから私も読み返すんだよ、うん、てか必要に迫られて読み返すわけ、確かあれ書いたとか、うん、あのセミナーの時にこんなこと言ってたとか、うんうんうん、自分でこういうことあったなと思って書きに行くんだけど、うん、後から見てどういう意味だろうってマジで、うん、結構ほら忘れるじゃん私、うん、いろんなことをだから書いてるのにね、そうなの、読んでも思い出せへんってもどうしてんやろ、わかりませんそうだからなんかだからこそだからって音声もし仮に撮ってても聞き直さないわかる、それめっちゃわかります、で音声撮ってたりとかすると逆で音声撮ってるからっていう安心感で書かないそしてあんまり聞いてないみたいなねそれないよ、寝ちゃうのよ、かんやん、でもこの間それこそほら山口先生の、はいはい、あのね、うん、子供の脳は肌にある、じゃあ子供の脳、そうそう、子供の脳は肌にあるの山口はじめ先生のね、はい、ことにも一緒に行ったけど、うん、あの時こっち側の一番前に座ってた人ガーガー寝てたもんね、マジですか、マジで寝てたよ、めちゃめちゃ寝てた、
全然気づいてない。あの結構私眠くなったらこう周り見渡すと、あの同じように眠い人見てこうやってなったらするって思って私目覚めるんだ。嘘ってことはちょっと私も眠かったってこと。お前は全然気づいてないです。めちゃめちゃ寝てたよこっちの。マジですか。うわーって。でも、ま、うん、おそらくねアロマセラピストさんだと思う。言ってええんかそれ。まあでもね、あれも結構面白かったけどね。いや面白かったですね。まあ、またね今年2018年も、私は結構ほらケイちゃんにこんな面白そうなありますよとかって言って、はいはい、このセミナー行きませんかで行ったりとかもするやん、うん、まあだからなんかそうね、今年もねぜひお願いします。またねおもろいものをね、おもろいものをね発見して、そうそうぜひね、あの なんていうんかな、あの私あのほら結構興味の幅が狭いじゃん、うん、人間に対してもそうだけど物事に対しても結構狭いから、はい、そうやって言われて、あそうそう私それも言われたんだった。そういえばあのほら、あ いらんって思うものに行きなさいって、あそうです、ちょっと違う系の方にね、うんうん、私のことを滝って表現してくれたもう一人の方にね、チャイさん以外の方に、うんうん、実はその自分が今までだったらこんなんいかんわって思ってるようなやつで、うん、お友達に誘われてるやつだったら行った方がいいっていうのは言われた、はい、誘いますね。ぜひまた誘って、はい、きっとなんかこんなんいかんやろなって思うのは、じゃあ行くっていうかもしれない。ぶっ込んでいきます。そう、じゃあ行くっていうかもしれない。はい、でもあの泣く系いや。分かった。わかります。泣く系はいや。あとノート系もいや。嫌なんばっかり。嫌なんばっかり。あとお金系も嫌やな。あ、お金系ってあの、ほら、何？お金貯めましょう。貯めましょうっていうか、あの、ちゃんと、そう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 、あるや。あるや。私が行くわけないでしょ。そうや。だから、はい、あの2018年もそんな風に、はい、でまたそれこそまたそれもね、うん、ママラフの中で、ね、こんなのは楽しかったよとか、なんならまた来ていただいて、本当ですよ、セミナーね講師の方に来ていただくと、一つありかなと思うんで、ぜひねそういうまた今年ものママラフも楽しみにね、うん、しといていただきたいなと思いますし、はい、まあ、まだね去年のねジャニオタ座談会できてないので、私的にはまあ一発目はしないけど、まあ、あの近々、うんうん、したい、すごいのね、すごいのしたいなと、三種ぶち抜きぐらい、うわ来た来た来た。でもね、あ似顔絵をね描いてもらいたい、はい見てるで見てるで狙われてる狙われてるで。ね、あの実物の顔写真が出せないのでね、はい、残念ながらね出せないので、うん、まあ、似顔絵で前回の似顔絵はね、あの描いていただいたっていうのもあって、また字に戻すのがちょっと私的には、あなるほどですね、うん、まあ、字に戻してもいいんだけどね、私今度誰に描いてもらおう、もう秀明ちゃうんだ。だいぶ秀明の話してないもんね、そう言われたらね、してないわ、そういや、そうです、あれ今年はもう秀明さんは結構よろしいんですか、結構もう奥で、あ奥で。もしかしたらほらまたあれ何なんだっけ、助演賞とか取るんじゃない、3月のライオンとかで、どうでしょう、あればよかったですけど ね取るかもしれない、まあ、うちはって言っちゃった、うちはね主演男優賞ですけれども、ね、まあ、また2作品ぐらいね、またねそんな話な、2018年もまたこんな感じのママラフでございますが、皆さんにまたねいい情報をお伝えできればいいかなと思っております。はい、エンディングはケイちゃんにまたからのお話をしていただきます。この望みを叶えるカラーメッセージ、どんどんどんパフパフパフ、はい、今日はゆかさんが用意してくれたこのおめでたい、もしかしたら今週のあのシャナナ全部これ全部は出てるかね、これをのお話をしたいと思います、はい、うん、っていうか、まあ、まあ色、まあ、めでたい感にあふれてます、うん、そうよね、もう確かにめで、まあ、紅白だし ね、できっといろんな意味付けがあるじゃないですか、伝統的に、うん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 、私そういうの全く知らないんで、だって飾らないんでしょ、飾らない、実家にはありますよ、いやいや普通はお家はやっぱりね、うん、台所ってキッチンだけにでも置くとかリビングだけを置くとか、なんかあのこんなちっちゃいやつ
でここになんか猫乗ってるみたいなのは買ったことあります。であと玄関にみかんもは飾ってる。みかんも飾ってるわけじゃないよね、しめ縄飾ってる。あ、そうですそうですそうですで鳥がわさわさって食べに来て怖いからもうやりたくない。それもやりたくないっていう思い出しかないんですけど。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。でこれを色的に、あの伝統とか一切知らない中で出していきますね。まあお餅白いですね。白いです。白はね無限の可能性ですよ。何回も言ってますけど、だからお正月に飾って2018年無限の可能性、いろんなところに光を当てて進んでいこうっていうことと、あとやっぱこのここになんでみかん乗ってるのかなって思いますやんか。でも乗せるね、みかんってか橙じゃねえかなこれ、ね、みかんだからオレンジ色が乗ってるっていうのが私的にはさすが日本って思うんですけど、なんでかっていうとオレンジってその家族の団らんとかそのチーム、和をなすみたいな色なんですよね。だからお正月も家族で団らんを一番過ごす時間じゃないですか。そこにオレンジが乗っかってる。で、あの今年も仲良くみんなで過ごしていきましょうねとか、そういうメッセージが込められてるんじゃないのかなっていう伝統を一切無視した。なんかちょっと何回も言いますけどね、カラーメッセージです、合ってるかどうかなんか知りませんよ。でも私はそんな風に感じるな。稽古のカラーメッセージだから大丈夫。そう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 、だから これすごいなと思って、だからこうこたつでねみかんっていうのも本当すごいおしゃべり弾みますやん。そうね、理にかなってるよね。多分こたつでリンゴ食べるより話弾むと思うんですよ。そうやね、リンゴ、あのイメージはあんまりない ね、みかんだね、こたつといったらみかん。そう、それって色の影響も絶対分にあると思うんですよ。で紫色のブドウ食べてるより多分みかん食べてる方が話弾むと思うんですよ。なんか楽しい会話できそうな気しません？まあそれこそなんか伝統的にみかんって感じですね、大とか大々っていう感じですよね。それあったかいコミュニケーションを広げていく。なんかこう籠の中にいっぱいみかんが散ったりするの中からいく。これ腐ってるやん。はよしてるのは前にも腐んねえみたいな。そういう、ね、なんか日本っていい国だなって思います。まとめたか、めちゃめちゃまとめたか。まあね、今年もこんな感じのママラフですが、はい、よろしくお願いします。カタカナでママラフで検索してください。Facebookページに、ヒットすると思います。私の情報、ケイちゃんの情報載ってます。ではまた来週。